皆さんこんにちは。ベストイレブンの動画3本目です。今回は最高のベンゼマ育成に挑戦したいと思います。まずは前回の振り返り。前回は手持ちの資材を全て捧げ、岡崎を強化しました。結果は全体ランキング8位。まずまずの結果は残せたものの、並み居るクリロナを抑えるには至りませんでした。そこで今回は、最高のベンゼマを披露すると約束しよう。ペレス会長、ベンゼマをくれてありがとう。というわけで、まず最初に行うことは、岡崎をスタメンから外し、おい。資源変換の上にドラッグオン。お前まさか。名残を惜しむ間もなく返却ボタンを押します。オーカーダーキー。そうすると岡崎を構成していたものが大量に。長いな。本当に長い。およそ15秒かけて変換されました。結構使ってたな。それでは早速、岡崎の成分プラスアルファをベンゼマに注入していきます。言い方。まずはレベル。次にフィジカル。岡崎の魂を受け継ぎながら覚醒。続けてスキル。他の選手と比べて固有スキル名が、ちょっと地味じゃない?と思いながら強化します。臨機応変だもんな。あとはテクニックとか、精錬とか、特訓も忘れずに実施。コンディションアップを行って終了。それではフィジカルから見ていきます。フィジカルはレベル7を突破し、さらに手持ちの資材全てを投入。前回の岡崎を少しだけ超えました。続いてテクニック。テクニックはレベル5と6が半分半分ほどになるまで育成。少し言い過ぎました。レベル5の方がやや多いですね。その見栄は必要だったのか?続いて精錬についてはこんな感じ。精錬プランが底をつくまでつぎ込みました。そしてお待ちかね。その達成タスト OVR がこちら。あれ?なんか思ったほど OVR が伸びてないような気が。確かに。岡崎の OVR が 19,747 だったからな。岡崎以上の資材を投入したにもかかわらず、最高のおにぎりの方が OVR は239低いという結果が出ました。おにぎりよな。ではなぜ基本 OVR の高いトップエスプラのベンゼマが、基本 OVR で劣るノーマルエスプラの岡崎を超えられなかったのかを、考えてみたいと思います。岡崎にあってベンゼマにないもの。その1、プレミアでの優勝経験。ベンゼマはチャンピオンズリーグを4度制覇しているぞ。絶賛5度目に挑戦中だ。その2、ケイスケホンダの存在。そもそもベスイレに収録されていないぞ。その3、地元宝塚の声援。宝ジェンヌのことか?ま、冗談はこのぐらいにして。原因は開花の有無です。岡崎が開花1回に対し、ベンゼマは開花を行うことができませんでした。開花を1回行えば、覚醒も1回追加することができます。開花と覚醒1回分の差で、岡崎とベンゼマの場合だと、OVR で約700の違いが発生します。今回はベンゼマへの愛と追加資材の投入により、開花、覚醒以外の部分で OVR の差を239まで埋めましたが、最強キャラ育成を行う際には、開花を行える選手を選ぶ方がはるかに効率的です。過ぎ去りし日々を解雇ばかりしていても意味がありません。岡崎との日々を胸に、前を向いて試合です。お前の失敗は消えないけどな。今回の相手は最近好調のベティスです。試合は前半12分、ロドリからのパスを受けたベンゼマが、ゴール前に持ち込み右足一閃、ポストに嫌われたところをサイド右足を振り抜き、ゴールネットを揺らします。微妙なゴールパフォーマンスはさておき、26分コーナーからの場面でまたもベンゼマが見せます。来ました、臨機応変。秀逸です。それでは今のプレイをスローで見てみましょう。正気か?左足でボールを受けた際に、パスコースを確認。ポルトガル代表カルバヨの足先を通す緻密なパス。美しいプレイですね。スキル名は地味ですが、一言多いな。試合はベンゼマの5ゴールの活躍もあり。11対0。見事にクリーンシート達成です。そこじゃないだろ。では本日のまとめです。キャラが被った際は、安易に覚醒要因として捧げてはいけない、でした。今回の教訓を踏まえ、次回動画では、開花済みネイマールの強化を行いたいと思います。え?ネイマールの父親が動画出演ならジェム払えって?ではジェムを購入して。
運営さん、早く課金させてください。皆さんの人生の中で辛いことや苦しいことがあった際に、必ず当チャンネルを登録したという経験が生きるはずです。心もとない経験だな。